はい、どうも皆さん、こんにちは。昨日、急遽バランス調整が入りましたんで、今回はそちらをお送りしていこうと思います。ガガちゃんの、ケースケ実況のー、ケースケです。ポン!ということで、昨日何のバランス調整が入ったかって言いますと、はい、こちら、フロストマイトの玉袋ではございません。小袋。はい、こちらですね。もう、ちょっと、フロストマイトの小袋全部言うのやめるわ。フロストマイトの呪文って言います。はい。こちらね、下方修正入りました。で、これね、バランス調整入ったんですけど、新着のお知らせが、ないんすよ。なくて、昨日ね、公式さんがね、ツイッターの方でね、はい、ツイートされてました。はい。変更点はね、こちらですね、フロストマイトの小袋の呪文。発生するフロストマイトの数が、タウンホール16では2つ、15では、1つ減少します。で、呪文が生み出される時間が減少したため、フロストマイトがすぐに発生します。で、効果時間が1秒減少しました。防衛施設を 50% ではなく 30% 攻撃速度を遅くなるっていうね、変更がありました。なので、ちょっとね、ツイッターやってない方はね、知らないと思うんで、あれなんか、前回取れなくなったなとかっていう人いると思いますんで、今回はね、どれぐらい弱くなったかっていうのをね、皆さんにお届けしていこうと思います。なので、クワカー動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とか、チャレンジ攻略を動画にしていきますんで、最新情報をいち早くゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、フロストマイトの小袋の呪文、どれぐらい弱くなったか、そして使えるのかどうか、そちらをお送りしていきましょう。レッツゴー!課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。それではね、まずタウンホール15、16ではフロストマイトの数が減ったっていうのと、あとは効果時間がね、1秒短くなった。で、さらに防衛数 50% ではなく、30% 攻撃速度を遅くさせるっていうの、どんなもんかっていうのを皆さんにお送りしていこうと思います。いきますよ。じゃあ、まずはね、どれぐらい短くなったかね、見ていきますよ。さあ、今打ちました。1分7秒。はい、打っていきました。で、効果時間自体はね、短くなったっては言ってるんすけど、なんて言ったらいいんだろう。まあまあまあ、すぐ切れましたよね。すぐ、はい、フロストマイト切れました。確かに短くなりました。短くなりました。はい。で、攻撃速度30秒減少っていうんで、モノイスとかどう?はい、ね、こんな感じ、ちょ、くる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 、タゲ、なんか取ろうとして、なんか全然取れてなくて、今やっと攻撃し始めましたよね。まあ、なんて言ったらいいんだろう。確かに、弱くなってます。弱くなってて、なんでもかんでも、前回取れるほどでは、なくなりました。はい、これは確実に言えます。下方修正です。なんすけど、まあ、強くはなくなったんすけど、強いみたいな。なんか日本語変だな。なんて言いたいんだ。まだまだ全然ね、一応使えます。はい。マルチぐらいだったらね、全然前回できると思います。ただね、対戦だったらね、前回取れなくなる場面っていうのが増えるぐらいかなっていうぐらいの、強さに変更されました。はい。もう一本リプレイ見ていきます。結論を言うとね、ぶっ壊れではなくなったんですけど、強いです。はい。なんすけど、なんでもかんでも前回取れるわけじゃなくなったぐらいな感じ。ぶっ壊れからぶっ壊ぐらいになった。イメージですかね。で、何が強いかっていうと、まあ、攻撃速度を遅くさせるっていうのも、もちろん強いんですけど、まず、フロストマイトが出てくる時点で、軽くタゲ取ってくれるんですよ。軽く、はい、モノリスとかね、フロストマイトとかに、ちょっと軽くタゲ取ったりとか、すると思うんですよ。で、防衛施設、フロストマイトにタゲ取る、けどフロストマイト、すぐ死ぬ。で、タゲ取り直す。別のフロストマイトにタゲ取る。でも、フロストマイトすぐ死ぬっていうので、こういう、ここら辺の投石とか、フロストマイトにタゲ取ろうとするんですけど、すぐ死んじゃって、あれあれと、なってる間に、はい、一発しか攻撃できずに今やられてしまいましたね。これが強いです。フロストマイトでタゲ取りつつ、で、フロストマイトすぐ死ぬ。またタゲ取り直す。別のフロストマイトにタゲ取る。けど攻撃速度遅いから攻撃できない。そしたらフロストマイトがタゲ取ってた。フロストマイト死ぬみたいな。そういう繰り返しで、なかなかルートライダーにターゲットがいかないですよ。なんで、なかなか攻撃できずにやられちゃうみたいなことがあるんで、なので、ほんと、まだまだ強いなっていう気はしましたね、一応。
はい、じゃあね、タウンホール15、16ではフロストマイトの数減ったと。なんすけど、それ以外のタウンホール帯ではどうなのかっていうのをお見せしていきます。はい。これもね、全然強いです。マルチのね、これぐらいのね、施設レベルだったら全然余裕で旋回できます。なんて言ったらいいんだろう。ハロウィン限定ユニットでさ、ラバルーン出てきたじゃないですか。最初ぶっ壊れだったわけですよ。で、ちょっと下方修正入りましたよね。下方修正入って、まあ、確かにぶっ壊れではなくなったけど、全然強いなっていう感じになったじゃないですか。あんな感じ。あれよりかは、ま、ちょっと弱くなったか。っていう感じですね。やった感想としては。はい。なので、他の単包帯ではね、フロストマイトの数減ってないんで、全然ね、足止め量がすごいっす。はい。クロスボウとかも、今ね、全然、ルートライダーに攻撃ね、ターゲットを向かってなかったじゃないですか。これがね、強いんですよ。だから、スケルトンの呪文と、フリーズをちょっと合わさったイメージ。なんで、だから強いよね、と。で、しかもこれ、呪文枠数1枠だからたくさん出るよねっていう強さです。あ、ただね、やっぱね、効果時間が短くなったんで、すぐ全部フロストマイトの呪文打ち尽くしちゃう感っていうのがあります。そこかな。はい。なので、これぐらいだったら前回ね、全然マルチとかで余裕で取れます。で、なんですけど、施設レベルがちゃんと上がってて、しっかり強い配置に対しては、危なくなります。はい。そうですね。こういう施設レベル、タウンホール12のカンストかな。で、壁レベルがまだ育ってないぐらいな感じなんですけど、こういうとこだと少し、危うくなります。だから、脳死で取れなくなった。何も考えずにメンタしてね、簡単全開が、容易じゃなくなったかなぐらいな、イメージですかね。はい、これもね、今、イーグルホに打ってったんですけど、これもね、結構すぐ切れますね。はい、もう切れた。で、こっちのシングルインフィールドタワーに対しても打ってるんですけど、これもね、すぐ切れますね。はい、こんな感じでシングルインフィにターゲット、これ取って、今バネット飛ばされた。ですけど、はい、これちょっと見ていきましょう、ここら辺。はい、こうやってちょっと遅くなってたんですけども、もうすぐ切れるっていう。はい、こういう場面が増えます。はい、だからね、まあ、対戦で、まあ、こう、脳死やらないように気をつけた方がいいかなっていう。タウンホール12とかだったら、まあ、サービス終了系編成とか、ドラゴン系編成とか、全然強い攻めがありますんで、そっちやった方がいいかな。まあ、なんと言ったらいいんだろう。普通にサービス終了系編成とか、ドラゴン編成やって、なんか前回取れない時とかあるじゃないですか。それぐらいになった感じかな、体感として。だから、普通の強戦術、クソ強い戦術ありますよね。それと同等か、もしかそれよりちょい上ぐらいな強さになったというイメージでいいと思います。でもまあ全然ね、使えないわけじゃないんで、普通に強いんで、ぶっ壊れからちゃんとね、ちょうどいい強さ、クソ強いぐらいになった感じだと思ってください。ケイスケ実況局ではただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい。ということで、今回はですね、フロストマイトの小袋の呪文がね、下方修正食らったよっていうので、どれぐらいの強さなのかっていう動画、お送りしていきました。あ、そうか、タウンホール12だと効果時間 2.7 秒なんか、それは短いわな。でもまあ、フロストマイトの数結構出てるんで、普通にまだまだイベント期間中ね、楽しめるいい呪文だなっていうふうに思いました。例年のサンタストライクっていうね、サンタのとっておきっていう呪文、今まで出てきてたじゃないですか。くっそ弱呪文。何のためにこの呪文出してんだっていうような呪文。あったじゃないですか。あれの、もう何億倍も使える呪文ではありますんで。はい。皆さんね、ぜひまだまだ使いますので、使ってね、クリスマス、楽しんでください。はい。ということで、高品価格動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画、面白かったためになったなと思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメニシアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。